こんにちは、シュです。今回も動物の森やっていこうかなと思います。今日第5回ニックネーム王だね。いや結構ねもうニックネームもらってるキャラだいぶ多くなってきて、で今日ね第5回ニックネーム王プラスもう一個やりたいのがあって、卒業式、いや涙の卒業式したいなと思って。ただこの住人、うわすげえアピールしてきたな。この住人から私なんかいなくなる住人がいないんだよね。いやどうしようかな、卒業式モヤモヤマーク出てたら、いやもうとりあえず、うすげえなんかみんな着替え、裸裸になってる。なんかみんな着替えてるね今日。なんかそういう季節なのかな。いやどうしようかな。あちなみにね今日ねキャンプサイトに誰かいるんだよね。ちょっと見てみようか。おうお見て三重師このさ、いやこれなんで私もポーズ取れないんだろうね。おお三重師全員拍手してくれてる。見て三重師、三重師こう、いやこれなんだっけ、ラッキーくんの顔だけ見えないんだよね。サチほらかっこいい。この流れで私は出すと、おおちょラッキーの顔見たいんだけど、どの位置なら見れるんだろう。ちょ申し訳ないな、ラッキーに寄ってくれない。やっぱこれ目の前で出さないとやってくれないんだね。いやでも三重師も卒業させたくないな正直。だから卒業させるメンバーがマジでいないんだよね。なんかね私前コメントでもらったのが、蜂に追いかけてる時に落とし穴に埋まったらどうなるんですかっていうコメントあって、あ確かにと思って、落とし穴に埋まってる状態で出たら刺されるのかな。えそれやってみようか。ちょ三重師の前でやってみるわ。これ埋めといて、ちょ蜂連れてくるね。ここにこれ埋めときます。さあ行きます。どうなんだろうね。でも私の予想だと蜂いなくなるんじゃないかなと思って。待ってこれ私の川が邪魔だな。そう私この川ね、島開拓しようとして作ってんだけど、なかなか島作んないんだよね私。これ島あれだもんね、なんかね一回作っちゃうとその変えられないじゃん。来た、行くよ私。はい、どうなる。おうわいなくなんねんだ三重師なんで君たち、ほら今見たマスカラス、ちょリプレイどうぞ。どうなる、おうわいなくなんねんだ三重師。なんだっけマスカラスだけ、いやいやいや、そうなるんだ。マスカラスだけ私こと気にしてくれてたわ。他の、あなるほどね、初めて見たわ。じゃ三重師なんで誰も心配してくれてないんだ。君お顔がすごいことになってるね、痛そう。さすが、私久しぶりに手紙出そうかな。私以前ね手紙出したことあるんだよね。手紙この飛行場で出せるんだけど、手紙出した時しずえさん可愛いってみんなに送ったんだけど、なんかね手紙の文字数が少ないと、なんか10文字以上とかなんかいろんな噂があるんだけど、文字数が少ないと返信が来ないらしいんだよね。なんでちょっとなるべく多めに送ろうかな、文字を、文字を多めにしてみんなに送ってみるわ。じゃあゴメスさんに送るか、なんて送ろう。とりあえず10文字以上にしようか。あ季節限定ね、今秋だしね。どれにしよう。よしできた、死落とし穴に落ちて蜂に刺されてた。これみんなに出すね、みんなに出して心配の返信欲しいね。私返信もらったことないんだけど本当にくれんのかな。よしとりあえず全員送ったね。これ次の日になったらやってくれんのかな返信。いや次の日めっちゃ楽しみだね。さあ次の日になったね。いやすげえ楽しみ。行くよメール行きます。おえっ、え待ってこれ日付書いてないんだ、これどういうこと。えすごいなんか嫌がらせかのようにプレゼントしかないんだけど、ええすごい、えすごい、これどういうこと、いつの時代、これ詳細見れないよ。多分正直わかんないけど返信見ればわかるんじゃないかな、どういう内容か。行くよマスカルス、ラグの暮らしって生活豊かにすると、いやこれは違うわ。ゴメスは、おいら勉強は苦手だけど美味しい給食が食べられるから学校に行くのは大好きだったんだ。家でも学校、えみんな、えみんな普通のメールなんだけど、なんかメール見たんだけどみんな、みんななんか普通のあれしかないね。おいゴメス、なんでだよ。ゴメスなさい、やめろお前ダジャレと自分をやってくんな、許さないぞ私は。なんでゴメス、いやゴメスなさいじゃねえよ。今日は気分、いや、なんでみんな無視するの、私蜂に刺されたのに。おい三重師の一人、君もだよ。あら、そろそろあなたが会いに来てくる気がしてたね、本当に。なんだそのニックネームも、せんべい詰まったみたいな、本当に。
午後の予定はこの時間に予定を整理しとくと一日無駄ない。うわちょっと私一気に冷めちゃったね。え、なんかね、文字多くなるとマジかよ、もうなんで返してくれないの。いや元気かいマイフレンド、今日はデート日和で相手いねえだろ。おい、大丈夫かお前すげえ目隠ししてこのトンカチをやる勇気ね。だから包帯ぐるぐるなんだろうね目隠しやってるから。貝殻を、貝殻のアーチは、貝殻のランプだけ私持ってないんだよね。それくれたらすげえ激アツだったんだけどな。なんかね、今エイレン出してたら今日初めの誕生日らしい。てかめっちゃ雨降ってる。初め、ここだね初めの家。え、何あげよう。え、どうしよう。皆さん、初めの誕生日何あげようか決めたね。ここにあるゴミこれをあげようかなって一生思ったね。一生思ったんだけど、私もそこまでひどくない。初めとの私の関係からすると結構ね、いい良好な関係を築いてるんだよね。なんで現金あげるね現金これマックスあげるね。もうこれどれぐらい持ってんだっけ。お、なんかここにあれないの初めて見た。ここに商品、絶対この左に商品ない。あれなんでだろう、雨降ってるからかな。これお金、お金じゃねえや、お金ってこれラッピングできんのかな。私誕生日こんだけ雨降ってたら正直やだね。これ今夜じゃないからね、11時だからね。これ午前11時、めちゃめちゃ昼時なんだけど超雨降ってる。いつ詰める。あ、行けるんだ。さあ、はじめの家に行きます。うお、テンション高いね。巻きバッチ、うわこれみんな私のことあだ名で呼んでくれてる中、うわみんな超楽しそう。まず巻きバッチから。今日ははじめさんの記念すべき誕生日だ、一緒に楽しくお祝いしましょう。本当は、うわ優しい、プレゼント持ってきてよ私現金。みんなからお祝いしてもらえるなんてお誕生日っていいよね。さっき巻き場くんからプレゼントもらっちゃった。え、何もらったんだ。もしかして先輩も持ってきてくれたの。持ってきてよ私、もちろん。あ、あげれる現金。これ写真はあげれないんだよね。はい、結構お前10万分だからね。何かな何かな、早速やめろ、その場で開けるな。お金はその場で開けるな。誕生日にばあちゃんから封筒でお金もらってその場で、うわ5000円かよみたいな感じにするのやめろ。はじめ、これってお金だよね、こんなの受け取れないよ。君のことだからちゃんと考えてくれたんだろうけど、気持ちだけもらっておくからこれをお返しするよ。お前どんだけいいやつなんだ。はじめマジ、みんなが祝いでプレゼントまでもらえちゃとても嬉しいな。うわ、いや目怖っ。シュウ先輩のプレゼント買ったらもっと嬉しいのに。いやその目で見るなその目は怖すぎる感情を持て。待ってね、持ってくるわ。うわどんだけいいやつなんだ。はじめ何あげよう。お金もらってくれないんだ。はじめの写真あげたいんだけどね。あ、ちなみに写真の後、あのラッキーくん、包帯ぐるぐるのラッキーくん以外全員揃ったね。これマイデザインってどうやって書くんだ。私マイデザイン書いたことないな。書き換える。お、じゃあ私のあれ A あげるわなかなか誕生日に A あげる人いないよね。なんかそういうプロの方とかは別かもしれないけど、もう素人の私がはじめに私のあれをプレゼントするね。 A をみんなできた。これ真ん中だと見づらいかもしれないけど、左見て読めるでしょ。はじめイエーいらねー来た、みんなできた、見た今、はじめスペシャルいらねこれどうやって、これどうやって手持ちに持つの。持ちたいな。これどうやって置くんだ。この辺に飾るかな。取るそう。うわ来てほしいねはじめイエー。これ自分の誕生日とかもらったら嫌だよね。まあ、誕生日ならギリ許せるね。サンタさん、なんかマサトくんって人いて、誕生日に明日はスイッチが欲しいって、マサト家って書いてたらさすがに、まあ、手で持てないの。お、あれあるよ、はじめ家。あれない。え、待って、これ絶対やり方あると思うんだよな。わ、才蔵、才蔵も祝いたいんだよね。わかるよ才蔵、でも呼ばれなかったんでしょう才蔵ほらずっとこの家回ってるもんね。家の周りわかるよ、初期面だもんね、ずっといたもんね。いやでこれあげたいんだけど、サイズやり方教えてくれない。これどうやってあげるんだろう。閉まっちゃうとなくなんだよね、はじめスペシャル。え、どうしようかな。いやサイズお前どんだけ生きてんだ。もうわかるよ、その興味ないふりして実はめちゃめちゃ呼ばれたかったみたいな。サイズそういう時あるよ。いやサイズお前の意思は私が受け継ごう。サイズ、サイゾーって本名なんだっけ。
サイゾーってどこにいる？サイゾー、サイゾー、あ、いた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 、サイゾー、お前の意思は私が引き継ぐよ、これあげます。いや、これ別に手抜いてるわけじゃないからね、サイゾーの意思は私受け継いでるから。何あげんの？スパンコールのホットパンティ、めちゃめちゃおしゃれじゃない？ほら、ちょうど見て、ちょうど初めてズボン履いてないもんね。ちょうどよかったじゃん。はい、なんだっけ、スパンホールのホットパンツだっけ、あげる。はい、どうぞ。今履いてほしいな。やった、スパンコールのホットパンツだ。うふふ、大切にするね、シュ先輩。素敵なプレゼントありがとう。気にすんな、今日のことは忘れないからね。嘘だよ、嘘じゃねえだろ。うわ、履いてくれないんだ。あ、でもすごい喜んでくれてる。うわ、巻き場が一番楽しそう。巻き場、お前ら今度初めじゃなくて、サイゾーくんも誘ってやる。ずっと家の前で待ってんだぞ、あの土砂降りの中。うわー、これどっちだろう、ニックネームかな、旅立ちの日かな。うわー、どうしよう、話しかけんのが怖い。どうしたものか。うわー、どうしよう。いや、こっちが言いてよ、どうしたものかって。シュウ君はこの綺麗な海の向こう、うわ、みんな別れだ。昨日は出て行きたくないみたいな、なんかすごいこの島に来てよかったみたいなこと言ってたけど。お、すげえ、なんか来てる。いや、これニックネームじゃないよな、多分。すげえ、こんなのあるの。初めて見た。すごくない？おたららから探し、ルールを説明する、島の中に埋まってるオイラの宝を時間内に掘り当てる。すごっ、土中に埋めたから家の中とかは探す。すげえ、こんなのあるんだ。みんなこんなのやったことある？面白い、さすがゴメスだね。でも化石みたいな感じになってんだろうね。これアップデートでもしは追加された？違うかな？てかアップデートなんてあったのかな？まあ、とりあえず探し回ってみようか。すごい、なんか呪いみたくなってるな。はいた、初め、本体いたな、ごめんね。こういう穴とかかな？お、これ？違うんか？でも私お金埋めた記憶ないけどな。基本化石だよね、こういうゲーム。多分、目当てのやつ、目当てのやつ見つけたらタイマーが止まると思うんだよね、上の。なんで多分今のお金は違うと思うんだ。いけ。あれ、お金すげえあるわ。いや、この中でもしかしこれ多分私埋めてないわ。このイベントだからお金あるんだわ。もしかしてこの中で今1000ベルかな。もう、2万ベルとかがゴメスの宝なのかな。うわぁ、化石はやっぱ普通に出るんだ。これ来た。来たー、すげえ。うわ、面白い、お宝が発見されました。これをゴメスに渡せばいいのかな。今日みんなニックネームをやめようかな。これ明日あれ来るんだよね、マスカラス。今日第1回卒業式用にしようかな。そうすれば明日、そのあれなんだっけ、マスカラスの次のよく見つけた話を、ま、そんじゃお前が掘り起こしたお宝を預かしても、あ、中身見ときゃよかったな。これ確か自分で開けれるんだよね、こういう系のあれって。クマ口めっちゃ見てんじゃん。お宝の中身はなんだっけな。アゴヒゲだ、やったなし。じゃあこいつはお前にやるよ。いらねえ。いらねえ。あ、でも面白かった普通に。なんだこれ以外のイベントもないのかな。アゴヒゲじゃあつける、いきます。おー、ない方がいいわ、正直ない方がいいわ。お前近いぞ、近いぞ、お前クマ吉と何話してんだ。おい、ちょい混ぜてくれよ。私もアッシュちゃん、今ね、ゴメスちゃんがどんなスポーツやるのか聞いてたの。そうだな、基本何でもやるけど今の熱いのはフラダンスだな。そっか、じゃあ今度はその試合の応援に行ってあげるよ。今アイドル修行の一環でチアダンス練習してるんだぽよん。マジか、サンキューな。その日のために用意したらあたいの可愛いチア服ちゃんと見ててよ。うん、それじゃ試合に集中できないぞ、まったく。お前らイチャイチャしやがって、うお、いきなり練習モードになってんじゃねえか。ガチか。うお、なんか今日トーク力すごいね、みんな。何話してんの？ああ、志望。外国にはいろんな国がたくさんあるんだよね。うん、どの国にも美味しい食べ物がいっぱいあるらしいよ。そうなんだ。僕も外国に行って食べ歩きツアーとかしてみたいな。諸先輩は外国に行くならどんなところがいいと思う？自然いっぱいの国、いやー、どこだろう。暑い国かな。寒い国か、それなら温かい料理でお腹いっぱいにしたいな。それじゃあ全身しましまのみんなには内緒で行かなくちゃ。なんで？
そうだね、みんなで言ったら僕たちの分が減っちゃうもん。え、お前はじめすげえずるいな。死亡このことは僕たちだけの秘密。お前らずるいな本当に。来た、ヘンリーさんという方が新しく、わかんないな、なんかでも名前がすごくない、頭良さそうな名前じゃない。さあマスカラスさんに代わってヘンリーさんが来たね。ヘンリーさんどんな感じなんだろう。いや当てるわ、狼かな、動物の種類狼な気がする。私の長年の経験でマスカラス、いやもう家が狼っぽいもんね。行きます。なんか3匹の子豚入ってそうだもん。お、子豚かじゃ。お、弟にモーニングコールを頼まれていたの。え、しずおいんの、え、しずえって弟いんの。よくね、なんか親の話はするんだけど、しずお弟の話するの初めて聞いたな。やっぱこれアップデート入ってるかな。なんか今まで聞いたことない会話が何個かある。おお、カエル雨降ってるからすごいいい、合うね。こんにちはむにゃ。なんだ、秋の全身島、この瞬間忘れないように心のアルバムにしま。うわ、結構この子いいこと言うタイプかもしれない。案内所にいるしずえってどんな雑用も笑顔でこなす素敵な女性だよねむにゃ。お前しずえさんの良さ分かってんの、もしかして。さすがの僕もときめかずには弱い。お前しずえさん狙ってるキャラ初だぞ。お前それはやばいって、数々の人気、誰もしずえさんに行こうとしないもんで、ね、うわしずえキラー言えるじゃん。うわしずえさんの写真欲しいよね。なんか住人の写真もらえるけどしずえさんの写真もらえないの嫌だな。でもしヘンリーってこれ人気キャラかな。なんか色がいいよねこの天然の。みんな雨のこと天然のシャワーって言える人いる。いやマジでいいことしか言わないかもしんない。天然のシャワーが僕の心を癒してくれるんだむにゃ。全身しましまいないのかな、いわゆるレディースデーとか。うわマジモテる男じゃん。レディースをハッピーにできるかメンズの進化が問われてるという意味ではメンズでもあると思う。お前いいやつすぎんだろ。あのさシュウ君、この前全身しましまのみんなが話してるのを耳にしたんだけど、君って映画の中ではラブロマンスが好きっていう。あれそんなこと言った一回も言ってないけど。いやちげえよ、今ラブロ今花より団子好きだけど。いやそうだった、噂話しか気にすることない。やなるほどね、今はどんなのを見るんだ。映画は今そんなに、あなんかね、今日今動画撮ってる今日、あの天気の子がねあれらしいよ、 DVD かブルーレイなんか店で売ってんのが今日発売日らしい。天気の子って何、ラブロマンスかな、ノンフィクションではないよね確か。でホラーでもないからそれ以外かな、天気の子だと。あ天気の子どんな映画、あ天気の子にするじゃん。はい天気の子でいきます。そうだよ、なるほど天気の子か、バッチリ覚えたよむにゃ。君が好きだって言うなら僕も見てみたいな、もしかしたらハマっちゃうか。いやこれもね今から晴れてほしいもんね、今から晴れるよっつって。いやみんな私結構ヘンリー好きかもしんない。何がいいかっていうと、なんか話し方がうまいよね、なんか話術がすごい巧みだよね。僕が傘をささない理由、何、雨の日はどこかで悲しんでる女性がいる気がするんだ、その思いを全身で受け止めたいのさ私は今度雨降ってたらそれ言うわ。いやかっこいいねヘンリー、ヘンリー超かっこいいね。で絶対これ人気キャラでしょ、大人気キャラヘンリー。なるほどね、雨はなんだっけ、女性が悲しんでるのを全身で受け止めるんだっけ。なんかあれだよ、マジかよのライバルっぽくない、マジかよ。もうなんかあれだもんね、そういうちょっと巧みな言葉言うじゃん。なんだけどなんかマジかよよりすごい、なんかマジかよの上位語。どうしたマジかよ、どうしたマジかよ、お前悩んでんのかライバル来て確かにかなりの強敵、色も似てるしね。どうしたマジかよ。君が持っている壁掛けスポットライトだよね、よかったらそれ、あいいよ譲ってあげる。まあただとは言わない、まあいいよしょうがないな。まあしょうがねえなマジかよは本当に。ほらお前ライバル来たからね、頑張ってくれマジかよ。これマジかよ傘さしてるもんね、なんだっけ女性の涙をこうガードしちゃってるもんね。うわマジかよ世代交代だね、完全上位互換ヘンリー。よっしゃ今日これでやろうかな。今日ねニックネームをやろうかなと思ったんだけど、なんかいろいろあったんで今日はニックネームをじゃなくていいかなと思っちゃった。いやヘンリーね、いやすげえ小柄だね。いやヘンリーなんか普通にいるけど、なんかマジかよのポジション奪ってきそうだもんね、この何気ない悪気はないんだろうね。そんなに求められてなんだか嬉しいよむにゃ。今日の君のコーディネート素敵だね、何かこだわりのあるの。あるよ、
そうだと思ったセンスがいいっていうのは自分のルールやこだわりを持っているよね。コネ上手。今私気分いいもんね。有頂天だもん今。うわ、部屋もおしゃれ。何この部屋超おしゃれじゃん。うわ、睡眠の約 75% はノンレム睡眠、残り 25% はレム睡眠で、それら一定の周期で繰り返し、知識も持ってんのか。そのアイアングッズはそんな質の良い眠りを僕に与えてくれるんだ。ちょマジか、やばいって。知識でも傘も差しても全部取られてるぞお前。ちょなんかマジかよ、お前のベテランの力見せてくるマジかよ。いやシュウ君、君の声がいけマジかよ。お前も心に響く、言ってやれ。君今同じ、今頃君は同じ空を見ているのかな。やめろゴメス、どけお前お前どけマジかよ、今いいシーンだ、やめろお前かぶるな。今頃君は同じ空を見ているのかなんて考えたら本当に会えたよ。今日の僕はラッキーボーイだ、マジかよマジかよ。負けてはないね、負けてはないけど、確かもうすぐだったよね、ヘンリー君のバースデー。意識してんじゃん、意識してんじゃん、マジかよヘンリー。今月の21日年に一度のビッグイベントだから君覚えておいた方がいいよ、マジかよ。君の覚えるはどういう意味、21、あと5日後か。まあ、これは次回撮っとこうかな、ヘンリー君の誕生日は。やばい、うわギスギス、この二人ギスギス感すごいね。いやどんな感じ、むにゃ、なんでかな、君の笑顔見ているとなんでこっこりするんだ。対するマジかいはなんていう、今日はデート日和だね。うわマジかい、もう語彙力なくなって同じことしか言ってない。よし、じゃあね今回これで終わろうかなと思います。やっぱ二人距離取ってるもんね、端と端にいるもんね。うわマジかよ、お前頑張れよ本当に、マジかよ。